間が過ぎればやってくるとは限らないんだね。あの時私はそんなことを考えたこともなかった。麻美は誰のために学校来てんの？誰のためって自分のため。知ってはできるんだ。まあね。やってあげてもいいよ。え？天才少女指揮者のふり。どうせ田舎の素人受けの。1992年生まれ。2002年に雑誌モデルでデビュー。2010年初のレギュラーである某クイズ番組で秀才ぶりを発揮し注目を集める。2011年パニック障害を発症し握手会を拒否。その後フリー行くぞ。5人揃って。すいません、揃ってないです。何？ブルーはちょっと聞いてないです。今日はみなこ大丈夫？ほらちゃんと挨拶してこい。ごめんなさい。どうした？すいません。罰ゲーム？現在進行形は B 動詞プラス何？10 B 動詞9 B 動詞ってあれでしょ？7 6あのあれ、あの B 動詞ってほら4前にあったやつでしょ？3 2 1アウト！大手のね。もううるさい。おお全然もう。ちゃんと自分の好きなことを追い求めてる方が全然すごい。みんな進学ですか？まあうちは7割ぐらいかな。すげえ。まあ俺は数少ない就職組だけどな。俺働きたく。そんなラッキーあってもたまにあってもいいじゃない。安全なとこ行こう。富士山に行ったらきっと助かるよ。これが。これお願いします。はい。途中で食べたらダメですよ。はい。愛理ちゃん。はい。次お願い。はい。ありがとうございました。上がってってよ。狭いうちだけど休んできてよ。いえいえそんな大丈夫です。スイカがあるから食べてって。お邪魔します。ちょっとうちと間取り同じだよ。当たり前じゃね。すげえおしゃれじゃん。お待たせ。あ、小早川理香です。よろしくお願いします。神谷幸太郎です。よろしくお願いします。二宮拓人です。久しぶりね、レイ。姉さん一人暮らしの弟が心配で様子見に来たのよ。詰まらせて死ぬとこだった、後藤さんいたよ病院に。奥さんと慰み者にいたしますのか。気もない。では何故慈悲をかけなされた。そちの勇気に感銘した。
それさ、わざわざ過去に戻んなきゃいけないこと？戻れるんですよね。どうなんですか？説明してあげた方がいいんじゃない？そうですね。よーく聞いてくださいね。切符もらっとく？うん。あの、記念にいいですか？どうぞ。あ、うん。今日は新しいのを買いに来たわけじゃなく、使ってる携帯が壊れてしまって。ああ、修理ですね。こちらにどうぞ。